はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。今日はね、お知り合いのね、愛知県のね、下山ファームさんからね、犬猫用のね、鹿肉のね、ジャーキーをいただきました。早速ね、ちょっと触れてみたいと思います。漁師さんの思いやりから生まれましたってね、無添加のね、ちょっと素晴らしい感じのね、鹿肉のね、ジャーキーが届きました。これはね、小鹿のあばらだっていうことですね。バキバキにくれるのにちょうどいいかもしれないですね。ちょっとこのちっちゃいのからね、ジャーキーからくれてみたいと思います。やっとらチャンネル、はい、無添加ってことでね、うん、すごい香ばしい匂いになってる。あ、すごいサクサク、サクサクですごく美味しいです。1枚大きさこんな感じで、網で焼いてくれてんのかな、焼いたのかな、乾燥させてあるっぽいですね。ちょっとくれてみたいと思います。はい、ボタフが遠い。はい、じゃあ、かわいい。はい、ボタン、ボタンでかいのを食ってみます。うん、サクサクでね、味はね、人間にはやっぱないですけどね、香ばしい感じがすごいいい感じで出てます。うん、すごいもちゃもちゃ食べますね。今度はね、この小鹿のね、あばらをくれてみたいと思います。これもね、漁師さんの思いやりから生まれたみたいですね。さあ、源ちゃんバキバキいくかな。さすがにちょっとパパでは噛み切れないので、いきなり行ってしまいましょう。はい、ストラー加えて持っていく。おお、いい音。さすが源。ちょっとさすがにあれだな、バキってすごいいいよ。はい、ボタン。すごいね。リリー、何お前丸飲み？さすがゲームいい音だな。こんな感じのね、一本こんぐらいの大きさね。はい、さすがピットブル。一人だけね、鳴らす音が違う。いい音鳴らすじゃん、ゲンちゃん。サクサク、シャキシャキ。ゲンパ。ボタン。ボタンちゃん。ボタンちょっと遠いんだよな。あのね、ボタンとかトラはね、そーっと持ってってね、自分でちゃんと食べる。はい、ゲンちゃん。いい音。シャキシャキ、サクサクと。スナック菓子のように骨を食ってしまう。ゲン、クマみたい。マンゴロベビーベビーのこと勝手なのを噛むときに、ね、この顔、こいついつもね、まあ左の歯をよく使うよね。左利きなのか、見ててほら。本当食いすぎじゃない、もうそろそろ。ほら、絶対左で噛む。まあ、歯の運動とか栄養にもすごくいいよね。ゲンとリリーは付きっきりになっちゃってる。うん、ボタンに立ったらカーンってやってるし、まあ、うちの子ってこれでね、僕の手をね、ガブとはやってこないんだけど、近いんだよね。一袋くれちゃおう、今日このね、小袋の方一袋ちょっとくれちゃいます。はい、
いい？ボタンがあんまり食べてないんだって。お前らばっかりだ。近いんだって。ボタンにあげたいね。もうね、お前たちはね、栄養取れてるの分かってるさ。あとボタンにポッとくの、パパは。ボタンまだ向こうでむちゃむちゃやってる。ふやかるまで噛むつもりなのかな。あとボタンの。ここにあるんだよ、じゃあ。いいから、ここにあるんだよ。いや、今日非常にいい天気。あと、ボタンの。ボタンの上なくなっちゃう。ボタン、あばらに夢中。ボタンの手で食うとこが。ゴッチ。名前はゴッチです。ごちそうさまって意味だそうです。いただきますっていうね、それのね、ゴッチーから名前を取ってゴッチーだそうです、ね、ゴッチして、鹿さんありがとうって、私たちの栄養になりましたよってね、あのね、有害駆除とかされるね、使われなくなっちゃうようなね、鹿肉とかなんかやっぱもったいないのでね、僕らはじゃあ消費しきれない分とかね、こういうね、ワクワクファームさんとかがね、加工してくれてお肉にしてくれるというのは非常にありがたいことですよね。出た出た出たの座り方。なので、ね、その骨とかもお肉とかもね、無駄にしないでこう加工してもらえるのは、ね、非常に本当にありがたいですよね。ボタン。ボタンして耳を取る。内容もね、あげとくのでね、お試しパックもあるみたいなので、それでね、試してみるのもいいかもしれません、ね、うちもね、ちょっとね、定期的にね、取り寄せてみたいと思います。まあ大好きだからね、まあ、うちも田舎だからね、鹿肉なんかね、結構ね、漁師さんからいただけるのでね、生くれたりとかも結構やっておりますけどね。突っ込んでくるな、お前剣の突っ込み素晴らしい。ワクワクファームさん、ありがとうございました。まあ、今日はね、ちょっとね、紹介のね、動画になってしまったんですけどね、いい食欲ですよ、やっぱりバクバクってね、食欲の秋ですからね、ガチが作ってくださいね。なんで突っ込んでくるの、だからなんで、圧力がね、消えちゃう。近いんだよね、そんなにしなくても、ちょっとね、体にくっつくぐらいでいいんですけどね。さすがピットブルの甘えん坊の原理、ぐいぐいとね、もっとくれっつってる。あげません、まだ今日は全部あげません。じゃあ皆さんもホームページなどを見てね、検討してみてください。うちのこっちはね、抜群に食べましたね。じゃあまたね。もうない、あげないよ。